なに内緒だよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。韓国の皆さん、こんにちは。木崎ひかりです。ハズレミーさん、素敵なおもちゃありがとうございました。ぜひ毎日何年間も使わせていただきたいと思います。女優さんになる前はどういったお仕事をしてました？女優になる前はなんかもう普通に働いたり、 あとまあ海外行ったりとか。おお、いいじゃないですか。はい、作品見るとですね、はい、すごいいろいろな役があるじゃないですか。うんうんうん。どういう役が一番自分に近いですか？両方好きなんですよね。両方好き。でも割と、はい、割と自分がネチネチ攻める方が好きですね。もともとだったんですかね、それは。ある日なんかちょっと自分から行くっていう作品に出会って、はい、あ、こっちの方が楽しいかも、はい、って思っちゃって。趣味とかありますか？あ、趣味は筋トレと。おお、どこを鍛えてらっしゃるんですか？え、ここと。ここどうやって鍛えてるんですか？あの、なんかダンベル5キロ5キロ持って、こういろいろ月、まあ1回2回行って、あとお家でメニュー組んでもらってやってるって感じです。なるほど。はい。とお尻も。お尻もまあ全部日によってこう部位を分けてます。え、じゃあめっちゃいい体してそうですね。後で全部見せてください。運動して一番褒められる部分はどこですか？まあ、胸と足とかですかね。足めっちゃ綺麗でしたよ。あとドラマを、結構ため撮りして見るのが好きで。おお、うん、すごい一般女子のような、かわ、かわいらしい。あと最後になんですけど、はい、すごいさっき足がすごい綺麗だったので、うん、足を見たいですけど。はい、見せてください。はい。